なんだってできるのさ、ピープルパワーで。ちなみに例えば創価学会の被害とかだった永井さんちは1億円ぐらい献金したみたいな話があったり、はい、まあ統一教会でも結構1億ぐらい献金しましたみたいな話はまあざらにあると思うんですけど、うん、幸福の科学の場合、そのなんか1世帯あたりの献金金額とか、うん、その億単位の人もいたりとか、うん、その辺って分かる範囲でどんな感じですか？1世帯あたりの、まあ、献金は、かなり高いと思います。まあ、課金額が基本的にその、一番安いのでも1万円からとかなので、その、大体なんとか、まあ、祈願みたいなのがあって、例えば、一番軽いやつとかだと、まあ、花粉症撃退祈願みたいなのとかがあって、で、まあ、劉邦が、書いたお経みたいなのがあって、そのペラ一枚のお経を職員さんが読み上げて、そのあなたが花粉症になりませんように、みたいな感じのを読んでもらって、それで1万円みたいな。まあ、これが一番安いんですけど、で、なんか他にも、英会話ベラベラ祈願とか、これ読んでもらうと、英語を喋るようになりますよ、とか、うん、まあ、まあ、受験必勝祈願とか、まあ、そういう可愛いのもあれば、高いやつだと経営者向けのやつとかだと、まあ、経営成功祈願とかだと、まあ、50万円以上とか、もの、うん、によっては100万円超えてるのとかもありますし、悪質なのが、がん撲滅祈願っていうのがあって、これが確か一発50万なんですけど、繰り返し受けさせられるんですよね。で、受けて、あなたのがん細胞が消えるようになりますようにって言って、50万払うんですけど、では当然効き目ないんで、で、また、悪化してきました、ステージ進みましたって言ったら、いや、それはあなたの信仰心が足りないから効いてないんです。もう50万。で、もう50万追加。で、さらに追加して、最後、まあ、亡くなれるわけで。で、亡くなった後に今度何するかっていうと、お墓に入ることを勧めるんですよ。来世幸福園っていう、その、栃木県の那須にあるんですけど、そこのお墓に埋葬してもらうので、劉邦の近く、劉邦が将来死んだら入る場所っていうのが決まってて、そこの近くになればなるほど高額になるんですよ。で、総裁先生の近くに葬ってもらって光を受けなさいみたいな感じで、うん百万とか取るわけですね。っていう悪質な献金の方法があるんですけど、結構だから、まあ、雪だるま式にどんどん、この祈願を受けたら次この祈願も受けた方がいいよみたいな感じで、積み重ねていくみたいな感じで、それで絞り取っていくっていう感じですかね。あとは今、年齢層が高くなってるんで、生前に寄付しなさいっていうのをすごくやってますね。相続税でほっといたら国に半分持ってかれちゃうんで、いやそんなのもったいないと。それで国に取られる前に教団に全部、献金しなさいって言って、今、その60代、70代とかの人からいっぱい寄付させようと、今すごい頑張ってるみたいで。で、まあ、献金額なんですけども、だから、単価はどれぐらいだろう、まあ、人にもよると、ね。まあ、人にもよると思います。ただ、結構中小企業の社長さんとかが多くて、だから、いらっしゃいますよね。僕の知り合いも何人かやっぱいましたもん。うん、そう、そういう人とかはもう結構億単位の伏せとかバンバンするので、そう、で、人数が少ないので、なんでその人数が少ないかっていうと、その高額な課金に耐えきれなくなっちゃうんで、一般家庭とかだとまず耐えられないんですよね。で、お金出せないってなると、やっぱ月ごとのノルマとかがあるんで、支部で。で、今月は、まあ、売上っていうか、その、せがく、まあ、何万円以上達成しなきゃいけないから、足りないと詰められるんですよ。もっと頑張れるでしょ、つって。それで、あと何十万入れてくんないみたいな。それ何十万入れないと地獄するよみたいな感じで言って、消費者金融。必勝パターン。そう、借りに行っちゃったりとか、あとはその。やっぱそういうケースも、実際、はい、あります。あるやん。あとはまあ、まあ、山上さんのところとかもね、統一教会の、まあ、借金してまで払ったみたいな話ですからね。あと、お子さんがいらっしゃる家庭だと、お子さんを大学行かせるのやめさせたりとか、私立に行かせるのをやめさせたりとか、まあ、そういうお子さんのために、試したお金を切り崩して、お布施してみたいな。はいはいはい、あとは、まあ、これはとある知り合いの AV 女優さんがいて、まあ、たまたま話を聞くことができたんですけど、その人が元幸福の科学の信者さん。で、まあ、親御さんが作っちゃった借金を返すために、まあ、最初は、JK リフレみたいな、なんかそういうのとかから始めて、で、風俗に入って、AV に入ってみたいな。で、毎月今でも親御さんに、AV で稼いだお金を入れてるみたいなんですよ。うん、十万とか決めて。娘さんに、まあ、水商売させてみたいな。とかもあるので。やっぱり、まあ、あるんでしょうね。うん、まあ、あると思いますね。献金額は、まあ、一般的な創価学会とかより話聞いてると多分高いかなと。で、出せない人は弾かれて、まあ、詰められるんで怒られるんで、だんだん、遠ざかっていくんですね。そう。まあ、遠ざかった方がまだいいでしょうけど。まあ、だから高いですね、かなり額は。